チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯は業務スーパーのピリピリチキンのパスタ大盛りです。試しよう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちのお昼ご飯はパスタ、業務スーパーの、ね、ピリピリチキンでパスタを作ってんけどね、これがね美味しいって聞いたんでね、ちょっとやってみました。これピリピリチキン、よいしょ。では食べましょう。なんやかんや忙しいわ。バタ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 すんねん今日。いろいろあってね。いただきます。うん、ああなかなかピリッとしてんね。まあまあピリピリです。カレー。うん、ちょっと味薄いな。ピリピリは強いけどね。醤油かけた。醤油だね。醤油はね、やっぱ日本人の口に合うんで。うん、チキン美味しいやん。辛いウインナーみたいな感じ。うん、辛いウインナーみたいな感じ。チョリソーみたいな感じ。うん、おいしい。パスタね、辛いけどおいしいわね。パスタにこれね、チーズかけたら絶対おいしい。粉チーズをね、うまっ。チーズ絶対いる、うん、チーズでうまさ倍増してるわ、辛い。美味しいけどね。
美味しい。ピリピリチキンね、結構ピリピリ、ちょっとパスタ多かったかも。何言ったら2つぐらい使った方がいいかもわからんけど、まあ、ソースを、増量したりしてね、味付け変えて、味付け作ってね、食べたら美味しいかもわかんない。ピリピリチキンね、これだけで十分おかずになるかもわからんね。ありです。で、チーズのね、塩味が入ると、かなり美味しくなるね。はい。ということでね、今日は、業務スーパーの、ピリピリチキンを使ったパスタ。パスタも業務スーパー。500g で100円ちょいぐらい。で、ピリピリチキンがね、300円ぐらいだったかな。300円ぐらいだったと思うね。全部で500円ぐらいのパスタやけどね。美味しかったです。ごちそうさまでした。まあ、こんな感じでね、いろんなね、活用の仕方。ピリピリチキンって、あっちゃんあれおかずに使うもんや思ってたけど、こんな使い方でね、せっかくコムニちゃんありがとう。コムニちゃんに教えてもらいました。なのでね、まあ、こんな感じでね、業務スーパーでね、また、業務スーパーの食材とこんなやつやって美味しいよっていうレシピやったらまた教えてください。皆さんお待ちしてます。やっぱりね、業務スーパーって値段安いねんけどね、まあね、クオリティが高いものが多い。ね。結構ね、製品管理きっちりされてるみたいで、一時期いろんな噂があったけど、結構良さげなんでね、ありじゃないのかなと思います。またね、業務スーパーでございますね、家計をんどこ、ああカメムシ出た。業務スーパーをね、活用して、なんていうかな、美味しいものを作っていくっていうのをこれからまあ紹介していくんでね、またよかったら見ていただければ嬉しいです。ちょっとさっき亀捕まえるわ。よいしょ。カメムシの時期なんでね、カメキャッチャーを作っておきましょう。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯ごちそうさまでした。美味しかったです。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯、業務スーパーのパスタ、ピリピリチキンのパスタ、よかったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。ちょっと出かけていきます。